どうも、めちゃめちゃメッセです。はい、ということでね、今日もやっていくんですけどね。今日はね、中国大会のね、まあ、優勝候補ランキングね、ベスト3をね、ちょっとね、紹介していこうかなということで。まあ、ほんまにね、まあ、このね、中国大会ね、まあ、かなり、まあ、言ったらね、メンバー的なんで言ったら、メンバーっていうかね、出場校で言ったらね、まあ、そこまでね、まあ、そこ、なんて言うんですか、レベルがね、めちゃくちゃね、高いかって言われたらね、そうじゃないんですよね。でもね、その中でもね、まあ、いわばね、名門もね、出ますから、ね、どこがね、勝つのかっていうね、話をね、ちょっとね、していこうかなということで。で、まずね、この中国大会の、まあ、メインとね、言われるね、まあ、城北とか、広陵とかがね、今回はね、いないということで、ほんまに、ね、優勝がね、読めないと。でまあ、その中で、まあ、僕の中で優勝候補ランキング、ね、ベスト3を、ねちょっとね、紹介していこうかなと、ねもうね、抽選が、ね、明日に決まるということで、抽選前に、ねどこが、ね、優勝候補なのかっていう、ね、話を、ねちょっとね、具体的に、ねしていこうかなと、まず、ね、3位からで、3位は、まず、ね岡山学芸ですね、ねこの、ね、学芸は、ね、夏も、ね出てきましたしまあ、いわば守りのチームなんですよね。ほんでね、まあ、何がいいってね、やっぱりね、こうね試合とかを見とっても、大崩れしないんですよ、この学芸館というチームはね。僕たちもね、何回かね、試合したことあるんですけど、バランスのね、取れた、ね、チームなんですよね。その打撃がね、特別いいとかね、まあ、そういうことじゃなくて、やっぱりね、こう、アベレージね、言うたらね、大差で負けるようなね、そういうね、試合をしないんですよ。だからまあ野球ができるんですよね、きっちりとした。だからやっぱりね、すごいなと思ったのは、なんかね、コールド負けとかね、そういうのを全くね、してるイメージがないんですよ。だいたい1点差とか負けるときとかでもロースコアに、ね、持ち込むと。だからね、これがね、学芸館ね、やっぱね、守備のね、硬さやと思うんで、だからやっぱりそういうね、競り勝つ野球っていうのが得意なチームなんで、だから結構、こうなんていうんですか点差がね開かないっていう面では意外とね大物食いというかね、上の、ね、方まで来ると強いチームに対してもね、食ったりねする可能性もありますし実際に岡山で、ね優勝していきますから優勝してきてますからねやっぱり実力はね、かなりあるのかなと、僕は個人的にね。思ってますし、やっぱりね、こういうね、野球ね、秋の段階でね、やってくるチームっていうのは、やっぱ嫌なんですよね、どこのチームからしても。ね、その大崩れしない、ね、防御力がある、その特別ね、いい選手がおるわけじゃない。ね、だから、八代高校とか、みたいな、ね、タイプですよね、兵庫県のね。だからね、そういうね、チームっていうのは、やっぱね、強豪であればね、あるほどね、足元はね、救われる可能性ありますし、そういうね、相手が嫌な野球をね、やるっていう意味では、この学芸館はね、かなりね、上ということで、3位に入りました。ほんで、2位が、創志学園ですね。創志はね、岡山ではね、そんなにね、1位通過とかじゃないんですけど、ね、なんやかんやでやっぱりね、上がってきてるね、チームの1個でもあるんですよ。ね、監督さんがね、言ったら変わって、ほんでね、そっからね、どうなるかってね、言われとったんですけど、ね、この門馬監督に変わってから、進路がね、落ち着き始めての、メンバーなんで、ね、結構ね、言ったら、まあ、関西の選手が多いっていうのも、ね、そうなんですけど、ね、創志の野球っていうのが、ね、この門馬監督が取ってきた選手が、もうね、今はね、創志なんですよね。っていうことはね、どういうことかっていうと、ね、この岡田監督がいるじゃないですか。ね、履正社の岡田監督が豊田姫路に行ったと。で、ね、豊田姫路が強くなってきたと。で、なんでかっていうと、それはね、岡田監督がイメージした選手が、自分らね、自分の、イメージした選手がちょうどね、新チームで、自分らの代になったから、そのイメージ通りの野球をね、できてると。だから強いと。で、これにね、僕は、創志もこう当てはまってきてるチームやと思うんですよね。だん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 、そのね、門馬監督がやりたい野球を、こう、できてきてるっていうよりか、できる、メンバーが、ね、揃ってるんで、だからそういう意味ではね、このね、
創始っていうのは、ね、もともとね、いい選手も多いですし、ほんでね、やっぱね、東海大相模の、昔のね、東海大相模のね、野球をね、岡山でやるっていうのは、岡山でね、やって勝つっていうのは、結構ね、至難の技なんですよ。で、それはなんでかっていうと、ね、これ岡山さえいいでね、そんなね、評価ね、されてないんですけど、シンプルにね、この岡山の、野球っていうのは結構ね、相手のね、嫌なことをね、する野球っていうのが多いんですよ。ね、それこそね、学芸もそうですし、理大とか、まあ、山陽とかね、こうね、相手のね、嫌なところをね、つくね、まあ、いやらしいね、野球をね、するチームが多いんですよね。で、その中で、このね、東海大相模の野球っていうのは、逆に、まあ、ポテンシャルだけでね、押し返す、あんまりね、細かいことをしない、そういう野球なんですよね。で、そういう野球のチームが、まあ、実際に、まあ、言うたら、勝ってきてるっていうのが、ほんまにね、このね、力をね、表してると思うんで、だから、創始もね、あとね、もう一伸びというか、ね、あともう一パーツっていうんですか、あともう一個勝ちってはまると、まあ、間違いなくね、優勝もあるなっていうチームで、チームやと思います。で、まあ、これがね、2位と。で、1位はどこやねんっていうと、やっぱね、下関国際ですね。ね、これ、山口県ではね、2位通過なんですけど、ね、1位はね、高川学園っていうね、チームがね、勝ったと。でね、この下関国際は、やっぱね、今年はね、当たり年だと思うんですよね。で、それはなんでかっていうと、ちょうどね、甲子園でね、ブームになった時のを見て、入ってきた選手が今のね、新チームの、前田最上級生なんですよ。これがね、やっぱね、僕はね、ポテンシャルで言ったら、なかなかね、あると思いますし、でね、やっぱその、いろんなね、問題とかもあって、どうなるかってね、思われとったんですけど、やっぱなんやかんやでね、こう耐えてきたというか、ね、しっかりここまで、ね、上がってきたチームですから、だからやっぱりかなり僕は、強いと、思いますし、野球を見とっても、ね、実力のね、春子が多いんで、だからね、ほんまにね、そのね、ポテンシャル的なをね、どうね、生かすかがね、ほんまに、ね、勝敗に、ね、変わってくるのかなと。ね、もう、ポテンシャルだけで言ったらね、結構ね、それこそ交流とかとね、比べてもね、全然ね、引きを取らないぐらいね、結構ね、選手は出揃ってるんで、だからあとはね、どうね、どうやっていくかっていうよりか、ね、こう、そういうね、選手たちが、どうね、自分らの、ね、役割とかね、徹底ごとをね、するかってだけでね、かなりね、強いチームになると思うんで、まあ、ポテンシャルで言ってもね、1位ですし、まあ、この中国大会っていう、まあ、ね、こういうチームってね、意外とね、もうめっちゃ強い相手とかになると、結構ね、ガッてね、入ってね、こう、一気にいけると思うんで、ね、逆にね、そんなにね、強くないチームに対してはね、あんまりね、結果がね、出なかったりするんで、だからほんまにちょっとね、東洋大姫路と、今年の下関国際はね、ちょっと、ね、似たような、チームなのかなと僕は個人的にね、思ってますね。ポテンシャルはあるんですけど、自分らよりか、下のチームって言い方はおかしいですけど、ね、ほんまに上のチームじゃないと、こう、ガーってね、強くなっていかないと。だから逆に言えば、このね、隠した相手みたいな時に、ちょっとね、取りこぼしてしまうんじゃないのかっていうね、怖さあるんですけど、まあ、基本的にはね、なかなかね、やっぱね、仕上がってるチームなんで、だから下関国際はなかなかね、僕はね、強いのかなと、僕は個人的に思いましたということで、もう中国大会に、2枠ですからね、この抽選もね、かなり、大事になってきますし、非常に、ね、楽しみやなと、僕は個人的に思いましたということで、まあ、中国大会の、まあ、優勝候補で言ったら、ね、下関国際、学芸、で創始、ね、岡山とやっぱこのね、下関国際、もう今はね、広陵がね、いないわけですから、ね、結構ね、この2枠のね、枠を取るには、ね、ちょっとね、枠がね、空いたってことでね、この中国大会もね、非常にね、楽しみやなと、個人的に思いましたということで、皆さんが思う意見とかね、いやいや、これはこうやろうとかね、あれば、ぜひね、コメントよろしくお願いしますということで、またお次の動画でお会いしましょう。じゃあ皆さんの意見ぜひコメント欄に。それでは、お疲れ。